ザタやザットナイトはイングランドウェストミッドランド州ソリフル出身のサッカー選手元イングランド代表ポジションはセンターバックフラム1999年にラスホールオリンピック FC から自由移籍でフラム FC と契約ナイトはラスホールオリンピックとプロ契約を締結していなかったためフラム側に移籍金を支払う義務がなかったものの モハメド・アルファイド会長は感謝の意図して30着のトラックスーツを送った。フラム在籍時には2004から05シーズンの2得点と2006から07シーズンの2得点で合計4得点を公式戦で記録し、FA カップのワトフォード FC 戦で公式戦初得点、ノリジシティ FC 戦でプレミアリーグ初得点を挙げた。また、 ボルトンワンならず FC 戦の得点が、フラムでの最後の得点だった。2005から06シーズンに、平日の夜間外出禁止令を破ったことで、チームから一時的に外される場面が見られたが、翌2006から07シーズンはチームで最も安定した選手の一人だったため、普段首相を務めるルイス・ボア・モルテが負傷した際に、首相を任されるほど頼れる存在として、活躍を見せる中、 ウエストハムユナイテッド戦前に自身の兄弟とふざけ合っていたところ、顎の2箇所を負傷したことが発表された。これに対して、クリス・コールマン監督はぶかしんだものの、ザットはあくまでも事故と主張した。アストンビラ2008年、バーミンガムシティ FC とのバーミンガムダービーでのナイト2007年7月6日に、フラムと契約を2年に延長したものの、8月29日に、 遺跡金350万ポンドで、アストンビラ FC と4年契約を締結した。皮肉なことに、フラムでの最後の試合は、アストンビラ戦であり、アシュリー・ヤングのシュートが自身に当たり、オーンゴールを記録してしまっていた。また、遺跡日では、早朝に、麻薬取締官の家宅捜索を受け、麻薬が押収されたことにより、ナイトと兄弟のカルロスは警察に逮捕される事態が、発生しており、 ナイトは6時間後に保釈されて、アストンビラとの契約に臨んでいた。そのような騒動がありながらも、数日後の9月2日に、チェルシー FC 戦で、初出場と初得点を記録して以降、1来目は、チームの中心選手として、マルティン・ラウルセンとコンビを組んで守備を支えた。2来目は、カーティス・デイビスの存在から控えに回る機会が増える、中、 2008年12月26日にビラパークでのアーセナル FC 戦で91分に同点弾を上げる重要な役割を果たしていた。ボルトン2011年、ボルトンでのナイトアストンビラのマーティン・オーニール監督の構想外となったことで、数クラブが関心を示し、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズのミック・マッカーシー監督から接触が図られるも、ラウル戦が現役引退をしたことで、 選手層の薄さを危惧した、オニール監督により拒否された場面があったものの、2009年7月25日に、ボルトンワンダラーズ FC と3年契約を締結した。8月15日のサンダーランド AFC 戦で初出場を飾り、2010年2月27日にリーボックスタジアムでのウルバーハンプトン戦で初得点にして、 チームを広角圏から脱出させる貴重な決勝点を記録。2012年1月14日のマンチェスターユナイテッド FC 戦でボルトンでの公式戦、出場数百試合を達成した。2011から12シーズン終了に伴い契約満了となり、一旦は自由契約選手となったが、2012年7月9日にボルトンと新たに2年契約を締結。 同2012から13シーズンは、普段を首相を務めるケビン・デイビスが不在時にはたびたび首相を務めており、シーズン終了後にデイビスが退団すると2013から14シーズンに向けて新首相に就任することが発表された。イングランド U-21 代表経験を持つ、ナイトは2004年に自身の祖母がアイルランド人であるため、 アイルランド代表でのプレーを表明していたが、2005年になるとマシュー・アップソンのヘルニアとマイケル・ドーソンがふくらはぎを負傷したことにより、スベン・オラン・エリクソン監督の下でイングランド代表に招集され、2005年5月28日にアメリカとの親善試合でソル・キャンベルに代わり初出場を飾った。6月1日のコロンビア戦が2試合目だった。ありがとうございます。